ギリギリで入ったんで、正直安心はしてません。はい、安心はできません。そうですね、ワンチャンあるなっていうのはずっと心の中に、心の奥であって、まあ、それは地震かどうかは分かんないんですけど、地震か分かんないけど、とりあえず入ろうとはしてました。やっぱり最後の25メーターの意地、やっぱ去年ずっとコーチからも代表は2年連続で選ばれて本物だみたいなことを言われてたんで、まあ、リレーでですけど、とりあえず2年連続入れたことは嬉しいです。タイムは1分46秒70。これは僕の最近出てないベストタイムマイナス1秒です。これを本番で出します。はい、フラットでそれなんで、引き継ぎだったらマイナス 0.7 秒と考えて46秒00で泳ぎます。キックの強化、フルのフォームの改善、この2つをメインにやっていきます。やっぱりリレーで入ると、まあ若干気持ち肩身狭い部分が否めないので、あるのは否めないんで、それを払拭するぐらいリレーで活躍をして、メダルまで手が届けばいい仕事をということになるんじゃないかなと、仕事をしたということになるんじゃないかなと思います。やっぱりそれはなんていうんだろうな、まあ、思い入れの強い存在で、まあ、何かあったらすぐ題材にする、まあ、美術とかで何作ろうかなって迷ったら、あ、サメにしよう、まあ、それぐらい切っては切れない存在で、やっぱちっちゃい時にその魚類の図鑑を見てて、ずっとサメばっか見てて、サメばっか絵を描いて、本当サメかっこいいなっていう理由で水泳を始めたので、まあ、サメがなかったら今の僕はないということで、本当に切っては切れない存在なのかなというのは思います。毎回言ってるかもしれないですけど、勝負前の顔を見てください。見てのお楽しみですね。ありがとうございました。